どうもガロです、お願いします、はい、ということで今回は10秒将棋ですね、2局連続やっていきたいと思います、お願いいたします。で今回の将棋なんですけど、小稲荷流名玉2連戦となっております。なので相手が中飛車ですね、まあ、将棋になります。ゴキナカですね、はい、お願いいたします。ということでまあ、とりあえず5五歩からですね組んでくるんですけど、まあ、一応6六歩と角道止めてからの、4六歩ついてからの4七金の小稲荷流名玉に組んでいく流れになっていきます。でここで5六歩とかは4八銀と上がっておけばですね大丈夫は大丈夫です。はい、で相手の駒組みについてなんですけど、まあまあ5三銀5四銀からですね4四歩4五歩とか6四歩6五歩とか、そうこれびっくりしたんだよね、無敵囲いしてきて、そうこれでですねちょっとあれ中飛車だけどゴキ中だけど2枚銀出てくるのかな、カニカニ銀みたいな感じに、カニカニ銀みたいな感じやってくるのかなって思ったんですけど、でこのここまで行くとあれ王様どっち囲ってくるのっていう感じになってきてですね、もしかしてこれ4人玉から3一玉と居飛車にしてくるのかな、居飛車の構え、まあ左中飛車左美濃みたいな感じにしてくるのかなっていうふうに思っていたんですが、まあ実際そうでしたね、まあ左美濃じゃないんだけどそんな感じに進みました。でこっちはですね、まあ、6五歩とかあるんだけど、まあまあまあ6五歩は同歩同銀に6九飛車って回っとけばとりあえず大丈夫だろうなって思ったので、ここは7七桂跳ねずにっていう感じですね。でここでそうそう3一玉だったんで角引いといて6三銀とかだったら6五歩つけるようにですねやってみました。でここも、まあ、次6五歩つくよっていう意味で7七桂跳ねてますね。で、まあ、王様上がってこなければ次6五歩ってついていってですね、同歩だったら5三王様取れちゃう、うん、でここで6五歩はちょっとさすがに難しいです。6五歩同歩5三角なり6六歩って突かれてどうかなって思ったのでちょっとやめちゃいましたね。で一回金寄りで、でこの狙いは5九飛車から5六歩とついていこうと思ったんですけど、まあこの5五の地点だったら相手も受けづらいじゃないですか、うん、ただまあこれ相手からね6五歩と攻めてくる手があるので、まあ、ただ6五歩つくと5三角成も出てくるんで相手も難しいとこですね。で5二金と上がってきたんですけど、ここで先に攻めを仕掛けていきました。でここで、まあ、同歩同銀、うん、かもしくはここで6五歩ってついてくる手もあるかもしれないですね。で本譜は6五歩でしたね。でここは同桂の局面が一応相手が取れる駒ないので、そこで5五歩って戻せば6三銀と引かせることができるんじゃないかなと思ったので6五同桂ですね。でこれで一応銀引いてくれば6五歩と桂馬を外しておいて、それはこっちの模様がいいんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、ここでそうですね桂成りしてきましたね。でここで8五桂かと打ってくる手はもう5四取り込んでいっちゃおうかなと思ってましたね、うん、でまあまあ金引いといて、うん、8五桂があるんでね一回7八金と引いて、で次は、まあ、正直もう6五桂とか打ってもいいかなとか思ったんですけど、うん、まあ、飛車引きですね。飛車引きだったらまあ6五歩と伸ばしておくか、まあ、5六銀と上がっていくかっていう、まあ、とりあえず、5六銀6七金の形を作っていってもりもりと上部手厚くしていこうっていう流れですね。で相手は歩がないので6五歩同歩同銀ってできないんですよ。なんでここも6九飛車じゃなくて、まあ6七金とかでもよかったかもしれないですね。でこう6九飛車って回ったことによって4五歩からの5五銀みたいな攻めが生じちゃったのでちょっと微妙だったかなとは思ってます。まあ、ただね一応相手ももう攻めてくるしかないので、まあ、ここは同桂と払っておいて、でまあ1五角って出てくるんですけど、まあまあ 3七銀とね上がっておけば、まあ、小稲荷流名玉なんで3七銀って上がっておけばとりあえず大丈夫の形ですね。で3七銀に4四桂が継続手になるんですけど、まあ、引いて5五銀に5六歩って打つような感じになるかなと思ったんですけど、まあついても勝てるだろうと強気にちょっと攻めていってみました。でまあ5六桂は取ってくるんですけど、5六桂同金ってやっといて、で3七になってきたら同玉ってやっとけば、まあ相手銀2枚じゃないですか。でこちらの様はまあ裸なんですけど、まあまあ広いんで、まあそれでも勝負になるだろうなって思っていたのでちょっと強気にさせてみました。でここで5八銀とかはね2
2九飛車って回っとけば2四歩同歩同飛車の攻めはありますし、あと2四歩同歩2三歩同金2五1五桂みたいな攻めもあります。で4四銀だったんで、ここはとりあえず5五の地点攻められるとちょっとよく分かんなかったんで、1回4七桂で打っとこうかなと。4七桂の時に、ね、ここで5八銀から桂馬取ってきて5五銀みたいな手があるんですけど、まあ銀桂交換で桂銀で5五銀の形だったらまあ大丈夫かなって思ったので、で5五銀出るとこの9七の角が3一まで効いてくるんで、それさすがに相手も怖いんじゃないかなと思ってですね、やってこないと思ったんですけど、やってきました。はい、やってきましたね。でまあまあ5五銀しか攻めはないと思うんですが、まあ普通に同金って払っておいて、同銀に、まあ、5六歩とか打っとけば、うん、まあ、ここで2四歩っていく手もあったかもしれないですね、もしかしたら。うん、まあ、一応コンパ打ったんですけど、で、まあ、強く来るんだったら4六銀から5四桂みたいな感じで迫ってくるのかなって思ったんですが、うん、実際迫ってきましたかね。そうですね。でここでもう継続手はもう5四桂しかないですね、攻めるとしたら。で5四桂の時に王様どっち逃げるか問題なんですよね。5七に逃げていって左側に逃げるのがいいのか、それとも3七玉でもう見切っちゃうのがいいのかっていう。要はこの手はですね、例えば4六銀と打って王様引いた時に6六飛車とか走った時にもうこっちが決めちゃうっていう手ですね。もう済ましに行ってしまう、うん、はい、見切った感じの手なんですけど、でこの5七銀打ちに関しては一応5五角と打っておいて、でこれで多分対応が難しいんですよね。4四歩同角でどちらにしろ3一逃げないんで1二玉と寄るしかないと思うんですよ。でその時にこれ2四桂と打って、で同歩の局面が2三銀からの詰めろになってるんで結構受けづらいんじゃないかなと。でまあ受けるなら2二歩とか3一桂とか、3一桂は同角なりがありますね。なんで2二歩と打つぐらいだと思うんですよ。で2二歩の時に2二角なりから2三銀で詰むかなって思ったんですけど、まあ、そこはさすがに詰まなかったので、うん、なんでここで、2八飛車と回ればこれで一応、角成りから、2三銀同金同歩の前の詰めろになってるんですよね。でここまっすぐ引いておいて、これでとりあえずは、王手かかんないのでどうやって受けるのかなって思ったんですけど、3一桂はね同角成りがあります。まあ 6三飛車で4五金ってやられて、これで一応2二角成からの2三銀打ちは3三玉ってかわされてよく分かんなくなるんで、一応上から押さえバラバラにしていって、でここで飛車ぶった切って2二金から詰むんじゃないかなと。で飛車ぶった切って2四歩からなのか、飛車ぶった切ってから2二金からなのかちょっと分かんなかったんですけど、うん、2四歩からでも詰むような気はします。2四歩、まあいいか、そう、2二金からこれ一応詰むんですよ。2二金でまっすぐ上がって、で2五歩と打って、で2六歩打って3七銀と打ってからのっていう感じですね。でこのかわす手に関しては1五歩とついて、で2四玉に2五歩同玉2六歩同玉3七銀から2六歩打って2五銀までですね。でここで3六玉は銀打って歩打ってバラバラにして6七に銀打ってっていろんなちょっと変化があるんですけど、まあ、どっちみち詰みです。はい、で今回一番簡単な変化でしたね。でこれで2五玉と引いて、2六歩と打って引いて2五銀までですねの詰みということで、今回は勝てましたね。はい、ありがとうございます。はい、もう一曲小柳流見ていきたいと思います。はい、お願いします。五段の方です。得意戦法試験飛車ってことで、まあ、振り飛車党の方ですかね。なのでまあ、いつも通り右玉に組んでいこうかなって思ったんですけど、本譜はですね、初手で 5四歩とついてきたので、まあ、これは中飛車だろうと踏んで、一応小稲切り右翼に組んでいきました。はい、で5五歩5二飛車ともにですね、うん、4六歩とついて、で4七金の形を作っていってっていういつもの流れですね。であとは警戒しておきたいのは、相手が、ね、4四歩ってついてない時はいつでもこう6五歩からの仕掛けが できちゃうので、6五歩から5六歩っていうですね、そこだけ気をつけていきたいところではあります。なのでなるべくこの形で作って、なるべくこう角に飛車で紐をつける形ですね。で本譜は4四銀型、4四銀と上がってきたので、これはまたちょっと違う将棋になります。はい、でここでまた銀引きてですね、ちょっとうん、よく分かんなかったんですが、はい、まあ、3五歩から仕掛けてくるのかなと思ったんですけど、
仕掛けてこなかったので普通に、まあ、小犬入れに組んでいくという流れになります。で、まあ、端歩は受けないですね基本的に。で、まあ、桂回れていって、で角上がって、まあ、いつも通りですね。でこれで1号9号歩は同歩で大丈夫です。うん、でちょっとこうよく分からなかったんで、とりあえず6号歩とついていって6四歩からですね、6四歩から一歩交換していこうかなという感じですか。うん、でも同歩同角の局面で別にこっちに迫られる怖い手はないので大丈夫ですね。さすがにこれね、角ぶった切って6四金とか考えたんだけど、さすがにちょっと無理かなと思ってやめましたね。でこの辺りで6六金から7五銀って出ていこうかなと思っていて、でただ6六金って単に出ると5六歩から4五歩使って銀取り当てられるの嫌だなと思って、うん、ちょっと警戒してます。でここで5筋から5六歩から反発していったんですけど、まあ、これでね一応5六の歩を払ってしまって、で3五歩とかはまあ4七銀とか金とか上がっときゃ大丈夫だろうと。でここなんですよね、次3五歩来るんで4七銀と上がるか、うん、5八の金を4七に上がるかなんですけど、まあ、端攻めをちょっと警戒して、まあ、4七金と上がっておきました。なんか5三角から1二飛車みたいな感じで端攻めされたら嫌だなと思ってちょっと、うん、こんな感じになりましたね。でここでなんですけど、6五歩打つか7五突くか5四突き捨てるか。でこの突き捨ての意味は5五銀からですねもう攻めていこうと。7四に銀が出てきたので中央が薄くなったので5五から、うん、5筋から行こうっていう考え方です。うん、で結局引いてくるので、引いてくるってことは7四銀は攻めを、うん、誘発したのか、うん、それとも握手、7四銀を握手と認めたのか、どっちかになります。はい、でここで一応7八の銀打ちが残ってるので、こっちもそんなに、うん、ゆっくりはできないんですよね。なんでまあ6五歩と打っていって攻めに行きました。でこれ7八銀から8七銀成があるんで、で8七銀成の時に角逃げたら7七成銀と取ってくるので、その時に下に当たらないように6六に逃げました。はい、で6五歩とかはまあ同桂もしくは同桂ですね、同桂で、うん、一応角さばけるんで、これでも角さばけるんですけどね。でこれでまあ7七7七取ってくるか。うん、で本譜は7七を取ってこなかったんですけど、まあこれだったら同桂でね、うん、同桂で一応5三桂成もあるし、で飛車端に対しては金でがっしり埋めとけばとりあえず竜は作られないかなと。うん、でこの展開は割と悪くないんじゃないかなと思ったんですけど、でも歩でまたねガシッと歩埋めておいて、で引いてくるのは5三桂成があるんで、まあ逃げるなら3三とか4三とかなんですけど、4三は3二角があるんでそっちでしたね。でこれは4二角と打っといて5三桂成とかを目指していけばこれは良くなったかなと思います。うん、この辺がちょっと難しいところでしたね。あの辺でなんかいろいろあった気がしたんですけど、で一応8八角だったんで、まあ、6九飛車と引いておいて、でこれ次、うん、5三桂成があるん でこの手に対しては別にそこに歩、うん、同飛車ってやると7七ひっくり返ってくるんで、まあまあ2九まで戻ってしまって、であとは2四歩2三歩成から迫っていければ一応飛車も成れそうだなと思ったのでこの展開を選びました。うん、で多分ここから流れなんですけど、多分結構難しいと思うんですよね、相手の指し手が。まあ、歩ないですけど、まあ、どうしちゃってやってもいいのかなとは思ったんですが、まあ、2四歩からですね、で同歩だったらまあ飛車取って飛車出してもいいのかなとかは考えてましたね。うん、で本譜は、7八成銀だったので、これだったらまあもうと金作ってしまって2一の桂馬ですね、馬で払っといてと金寄って飛車になっていけばこの展開はだいぶ優勢なんじゃないかなと思ってました。はい、うん、でこのね2一馬の時に逃げる場所が難しいと思うんですよ。まあ4一飛車だったら3二馬とかね、あと5四馬もありますよね。5四馬で6三歩成を狙うっていう、でそこで6二歩と打ってくれればもうこっちが6六歩からなんか迫られるような手もなくなるんで、だいぶ優勢になったかなという感じです。であとはまあそうそう、歩打ってね8四歩同歩8三歩同銀 7五桂で銀逃げてもう1枚8三に歩があればいいんですけど、その歩がなかったんで、そうそう、どうしようかなと。
なのでちょっと1枚節約して単に桂打ったんですけど、まあ桂で受けられてね、うん、まあ歩打っても同桂でやっぱ一歩足んないんで、なんでまあ3三とから2二飛成ってやって活用していってゆっくりと攻めていこうという感じになりました。うん、でこれも、うん、まあ余裕を待ってやると5六歩突かれて結構怖くなるんで結構危ないので、まあ、ここは何にしたなってね、飛車切らせてしまって、で次6三歩成くらいからですね迫っていこうという感じです。うん、で角打ちなんですけど、とりあえずまあ歩成っていって勝負してみましたが、うん、同歩とかだったら、まあ、8三叩いてで6三金潜っていく感じですかね。で本譜5四角だったんで、5四角って金取ってくるのであればこっちの攻めが怖くなくなるんで、怖いとこなくなるんであとは攻めるだけっていう感じですね。うん、でこの手に対で6二竜で、まあ、6一金とか埋めるくらいしかないと思うんですけど、まあ、8三歩と叩いていって多分もうバラバラにしていって7五桂もう一発打てば終わるかなという感じですかね。うん、でまあここは同桂しかないと思うんですけど、同桂なり同玉に7五桂と打って7四以外は詰むんで、7玉と上がってた時にその時にまあ6四飛車と打って8五玉にまあ、8七銀ぐらいで多分大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、そしたら本譜はですねここで投了になりました。ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。